こんにちは、607レゴルです。今回は、レゴの、メガブロックのスマーフをプレミアムアウトレットで買ってみました。では早速開けたいと思います。これ外国なのでね、あれ、横にテープがあります。ちゃんと中には入ってあり、あとはありません。で、かわいいこのしく遊んでいきたいと思います。で、意外と難しいかもしれません。頑張っていきたいと思います。で、単純的に、このスマーフが一番いいですね。説明で、説明書ですね。説明書の裏には、あれ？なんだこれ？塗り絵がありました。後で塗っていきたいと思って、いきます。まず、1、このブロックに、待ってください。これをこのように差し込みます。で、片方にもつけて、で、次にこの岩は最初からこういうふうに積み上げられています。ちょっとこうでした。こういうふうにして、次にこうつけて、レゴと一緒の、おなじみのブロックもあると思います。これをこうやりできました。ちょっと台所がね。で、ここに2個としてね、取り付けて、個人的に、こういうふうに3個つけれるようになっています。で、次は、テーブルですね。テーブルはというと、このボードですかね。ちょっと待っててください。すいませんが、
芯がちょっと足りないということで、そんなちょっと足りないっすね。お、ありました。あれ、まあどこにあったかというと、このカメラの三脚の下にありましたね。よかった、見つかりました。はい、テーブルの完成です。で、次に、まあケーキ、まずこういうふうにつけてできます。で、こっちにもつけて、あ、でかいですね。で、あとはこれのようこれにやるだけです。これでいいんですね。で、つけて、スマホで、ここにケーキを、で、出来上がりです。作ったりとかね。まあ、最後まで見てくれてありがとうございました。